攻守においてチームに欠かせない存在になることを目標にしていて、球際で負けないところだったりゴール前のチャンスに関わるっていうのが私のプレースタイルです。キャプテンとして1年間を通してチームの波をコントロールすることや、チーム全員で本当に高め合いながら見ていて楽しいサッカーを、チーム全員が連動し躍動するサッカーを見せていきたいと思っています。